sm-62 スナーク着弾シークエンス。主翼を含む胴体部より先端弾道部が切り離され着弾する。sm-62 はアメリカ空軍が運用していた大陸間巡航ミサイルである。スナークとはルイスキャロルの死、スナーク狩りに登場する架空の生物の名であるの名もルイスキャロルの死に由来する。sm-62 は 超長,長射程の巡航ミサイルとして、第二次世界大戦終結後の1946年より開発が開始された。これは MX775 計画と呼称され、ノースロップ社により開発が開始された。アオンソクの MX775A スナークと超音速の MX775 バイトブージャムの2種が検討されている。スナークの方に開発の重点が置かれ、 1953年には初飛行にこぎつけることができた。冷戦の激化により、ソビエト連邦攻撃手段の獲得が焦点となると、SM-60 にも大陸間弾道ミサイル実用化までの長距離攻撃手段として実用化されることとなり、1957年には戦略航空軍団への部隊引き渡しが開始された。類別記号には1955年に、 有人爆撃機と同じく B-62 が与えられたが、後に SM-62 に変更された。実戦部隊においては戦略ミサイル航空団が編成され、1958年より実運用が開始されている。大陸間弾道ミサイルの実用化とともに退役が進められ、1961年には退役した。形状は鉛筆状の胴体に、 後退翼の主翼を後翼配置にしたものであり、垂直尾翼を有するが水平尾翼はない。地上の移動式発射台から、胴体後部の2機のロケットブースターも用いて、ゼロ距離発進される。機関は、P、P&WJ57 ターボジェットエンジン1機で、ある。主翼下に、造像も搭載し、最大射程は、約 1180km と、 アメリカが集国本土からソレイを直接攻撃できるものである。弾頭部は着弾直前に胴体より切り離され落下する。残りの機体部は着陸装置を有しないこともあり放棄される。誘導は完成後方装置と転速後方を用いていたが精度は低く、1958年の段階でも4回りの半数必中回となっていた。ありがとうございます。